気づいたかもしれん。火つけたい時さ、いつもこいつ投げたりしてたんだけど、これさ、もしかして弓矢絞ってここに火つけて、これで燃えない？無理か。発想はいいけどさすがにダメか。ダメか、燃えないか。なんやねん、なんやねん、ムズリ。おい、ムズリに当たらないで。なんやねん。え、めっちゃ暑さに強くなったね、ムズリ。ちょっと前まではこの辺は乾燥するなとか言ってたのに、今はもう火の上に立ってても乾燥どころか燃えすらもしない。強くなったね、ムズリ。多くは語るまい、修行したらしいわ。苦労を見せないのかっこいい。はい、ということでね、前回まあゲルド、ガノン、ガノンじゃねえわ、ゲルド、ゴロン、ムズリ、あとリーバルの4種族の4地方をね救ったんですけど、救ってプルアに話しかけたところ、なんとあそこゼルダが登場したということで、あまりにも気になりすぎるんで、もう今回はすぐにあのハイラルジオ行こうかなと思います。行ってみましょう。しかし命を失うんじゃないぞ、ルージュ様の悲しい顔は見たくないからな。当たり前だろ、俺の翼でお前をハイラルジオまで連れてってやりて。ありがとう、そこまで言ってくれるだけでも嬉しいよ。みんなから信頼されてんな。行くか。まあ、ちょっと寄り道はね、もうこの後にしよう、次回ぐらいにしようか。今回はもう素直に行こう。サブイベとか探索とかやりたいのいっぱいあるけど、それはまた次回だ。さて、この監視砦から飛ぶのも懐かしいな。昔はね、このハイラル城に行くのも、リンクさん、これどう頑張っても届かなかったんすよ、距離的に。体力も足りねえ、今みたいに賢者の中流もいねえってことで届かなかったけど、今となっては届く。そしてあそこには、あ、ごめん、全然ゼルダかなと思ったら地上絵だったわ。ということで、スタミナを半分も消費しないぐらいでハイラル城に着いたぜ。こう見ると頑張りゲージって大事だな。ハイラル城まだ探索しきれてないところもあるけど、もう俺はね行くよ、このまんま。探索したい気持ちはあるが、それ以上にあのゼルダに会いたい。さっきゼルダがいたのはここだったよな。この崖の端っこに立ってこっち見てたな。ここだったよね、いないか。リンク、あ、リンク、私の元へ、待っています。ほう、私は待っています。ほう、そこ？あ、そっち？本丸やないの？結構先が長そうだな、これ。こんな夜に呼び出してからに。ちょっと待って、一回あっち覗きに行っていいか。変わった様子がないか一旦見に行ってみよう。やべえ、雰囲気出てる、めちゃくちゃ雷が鳴ってる。ここで相対するわけではないんだ。そうか、オッケー。目印へ向かおうか。なんかさっきの喋り方的にも全然ゼルダっぽくなかったな。ゼルダはあんななんか陰陽たっぷりな感じの人を誘うような喋り方しないんだよ。もっと心優しい喋り方するんだ。優しさ漂ってるぞゼルダは。リンクに声をかける時もなんかもう普通に幼稚園児に声かけるぐらいの優しさあったからな。それはそれでどうなん。お前のその喋り方はゼルダなんかじゃねえ、喋り方でわかるぞ。さあ呼ばれた場所に着いた。さて、いる？もしかして、うっ、ああ、いる。ホラーゲームかな、顔見えないのが怖い。まるでホラー映画を見てるような気分や。ちょっと回り込んでみてみよう。怖えんだよな、これで後ろ向いてたらマジで怖い。俺には意地でも正面の顔を見せない感じだったら、うわ、下向いてな、怖いよ。あ、ここか。初めてハイラル城に着陸した場所だ。ゼルダさん、閉まってます。ゼルダさん、ちゃうな、そっちじゃないな、どう考えても向こうやな。オープルはパッと壊れてるって。怖い。いや、俺こういう時はやっぱ先手必勝だと思ってんねん、毎回毎回言うけど。だーい、なんでやー、俺料理全然ね。あの、死にそうなんですが。いや、でも偽物なんかに負けねえよな、俺たちな。みんな二人しかおらん賢者が。あ、チューリもおるわ。シドどこ行ってん。ほんだよ、おったわ。よし、行くぞみんな。いざ、はっ、はっ、あ、消えた。え、は、うわあ、びっくりした。めっちゃびっくりした。おい、こんな雑魚消しかけやがって、舐めるなよ。なるほど、まあまだ戦わせてくれないと。でもあれ本当にゼルダじゃないんだよ。え、雑魚消しかけやがって。もっとさ、やった、体力回復してるわ。これを狙ってたのさ。なんかもっとさ、ゼルダゼルダしてないかなと思った。うりゃ、何？もうビビらないよ俺は。
先手必勝。痛い、向こうは向こうで先手必勝やこれ。一旦離れて遠距離攻撃だ。燃やさせてもらおうか。おい罠やって、完全に卑劣様の術やん今の。江戸天聖に起爆札仕込んでるやつやん。ちょっとゼルダやってることエグいんちゃうかそれは。いやゼルダちゃうけど、ゼルダの皮をかぶってそれはやったらあかんわ。ダメだ、先手取れねえ。おおかっこいい、賢者たちが4方向囲むように出てきてすぐ消えたけど。ちょっとマジでこれクリアするわ、真剣に行く。やったれ4賢者。これほぼ江戸天聖だろ。よし、いいよ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 、強い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 。このわけわからんタイヤのさ、これこれ何これ何これ、何に消費してる、これこれ一体何に消費してる今。よくわかんねえ、タイヤの盾だ、恐れをののけ。あすごい、跳ね返せる、タイヤの盾強い。え割とガチに強いやつやった。跳ね返せるでこれ、そんなことなかったもん。勘違いでした。え強い、さすがだぜ。お前のそのでっけえ剣は伊達じゃねえ。うれい、よし、俺だって伊達じゃないぞ剣ビームは。えゼルダさん向こうに行った、なんだこいつ。移動したのか。おーいいね、でも地下3階ね。いや俺本当はね、これゼルダのところ寄る前にまだ探索しきれてないと思ってたからさ、ハイラジオ本当はもっとうろちょろしてからゼルダに会おうかなーって思ってたんだけど、ちょうどいいわ。地下3階でしょ、どうやって行くん、どっから行けばいいんだろう。地下3階なんか下に入り口あるね。あなんかねこれ川の裏みたいなところにな、この裏じゃね。リンクリンクリンク、泳いでリンク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 ビッチリンク、助けて誰か。これは地下3階入れ、無理だちょっと滝が強すぎるこれ。ちょっと別のところ入るしかないかも。地下3階どこに繋がってんだ、向こうだね、ここか、ここだ。ここから1回ワープしよう。1個下のあそこから入る、もう1個下、ここここだ。お入り口発見。よし、ありがとうよ、ハイラル城の中案内してくれて。おかげでどんな風になってるのか分かるよ。あここか、図書館だ、いた。先手取らないとね、先制攻撃は大事。ここだ惜しいギリギリやってね、ちょっと足りてなかったな今。この辺か誰が勝てるんだこいつに。え待って、びっくりした、なんか振り向いたかと思った今一瞬、怖っ。あうわうわ、うちあうちあうち、めっちゃでかいの出てきた。なかなか強い魔物連れてくるね。ビリビリドッカーンボッカーン、お前の主が読んだ魔物強すぎて大変なことになっとるで、俺悪ないで、マスターソード弱っとるで、どっか行ったで、主様に文句言うんだな俺よ。はい、フルパワーだ、四賢者全員の力使っていくぞ。おら痛すぎおいおい、オーバーキルやないか。あナイスナイスナイス、なんか倒してくれた。賢者よ、みんなにあと何度救われるんだろう。次はええ待って、そこそこ階段だな、怖っ。あんな角待ちしてんの、あんな階段の真横で。失礼すんで、どこやどこや、うわーいる、いやハハハハ、硬いこいつ、硬いぞこいつ、だいぶ硬いぞ、あまりにも体感が強いおーギブド、えギブド勝てないよお前らじゃ。これゴロンが最強じゃない、ゴロンマジ強いな、ゴロンめちゃくちゃ強くね、ユンボーが一番強いかもしれん。狭い道だと一掃できるな。あとは地下1階、遠いね、いろんなとこ移動しすぎちゃうかお前。ここから入るんかな、この辺臭いの。へえ、これどうなんの、削り切った後まず間違いなく本丸に移動するんやろうなと思うんやけど、やべ通りたくな、コンビニ行こうと思ったら目の前に不良溜まってるような気分や。別のコンビニ行こう。失礼すんでー、ごめんねー、いやー、ちょ、でもちょうどマスターソード帰ってくるかなこれ、本丸ゼルダ戦ぐらいで。あのゼルダがただのファントムガノンだったらどうしよう、俺ちょっと拍子抜けだぞ。かもしくは本物のガノンか、もしくは本物のゼルダ。ゼルダ闇落ちルートやめて、こうかこうだな、いた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 、あちーやべ、また壊れるどんどん壊れていく俺の武器が、あっちはユンボーが戦ってくれてる、やべ、どんどん壊れていく。よし、ここも片付いた。
どこ次？地下3階？すぐ隣だな。外から入らなきゃいけない感じか。ここやね。ここや。うわ、目の前におるぞこれ。いやー、どうする？何で先手取る？って考えろ。今出てきたのギブド、普通にリザールが出てきてて、あと出てきてないのなんだ？え？ライネルとか出てくる？これ行くぞ。キース、キース。あー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 やべ、壊れた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 、やばい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 、待って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 、みじけ助けて。お、ナイス。ユンボーが一番強い、このゲームで。このゲームの登場人物でユンボーが一番強い。やってやれユンボー、お前が一発殴るだけでこいつ飛ぶ。はい、よし、落としちゃった。オッケー。ただ武器がどんどんなくなってくんだよな。一応見てみるか。あ、でも矢があるな、美味しいね。強、めっちゃ強いのあった。これなんか壊れやすいんだっけ、この衛兵の武器うんぬんかんぬんって。やばい、お前には見つかりたくないだ。え、お前だけスルーしてくれた。君とは喧嘩なんてしたくないんだな。こっから降りていける、臭いな。怖っ、ここ。よし、そろそろ最後くらいかな。これ結構倒してきたな、ここまで。さて、いるな、角曲がった先だ。このすぐ左側にいるな。くらえ、さっき拾ったリザルブーメラン。ああ最悪。あと何分？ 1 分か。1分ぐらいやったら持ちこたえれる。武器弱ー、俺の手持ち。なんや次は。うーわ、キーもいい。しかもやばくないこれ。ちょっと待って。狭いとこでこれはずるい。狭い狭い狭い。まとめていけ。よいしょ。マスターソードが帰ってきたー。あ、え、何、誰か飲み込まれた。え、誰が？チューリー。え、あ、待って、嘘だろ、まさかルージュか、お前ルージュー。UFO ガチ最強や。OK、 はい、 OK、 やったれ、ユンボ、やったれ、ユンボ。それを振り下ろすだけだ。なぜ振り下ろさない。終わった。リンク、待っています。ほんまるか。あなたを待っています。なんだよー。いやー、ちょっと待って、戦い始まんのかこれ、ゼルダと。ちょっとやだな普通に。ほんまでしょ多分。そうだよね。おい、みんなー、追いかけてた幻影とついに始まんぞ。ついに来たか、この時が。いや待って、あれはゼルダじゃない。俺ゼルダの姿のまま戦われたらガチで無理かも。いや俺ね、マジ演技とかじゃなくて結構マジで俺来てる、ゼルダ結構本気で俺食らってんだよ、ゼルダが竜になっちゃったこと。割とマジでメンタル食らってます。ゼルダの姿ままやられると俺本当に戦えんかもしれん。マジでリンクと同じ気持ちよ俺今。だってさ、本丸だろ、ゼルダが用意してくれたんだぜこの服、あの本丸で。あそこでさ、ゼルダがさ、リンクが喜ぶかなっつってこの英傑の服新しく新調したのを隠してドッキリしようとしてくれてた、あそこだぜ。そこで戦うの今から、ゼルダの姿したやつと。無理だぞ俺、姿変わっててくれないと。リンクとゼルダの思い出の場所だもんな。いるわ。何後ろ向いとんねんお前。さあ行こうか。やんのか、来たぞ。どうなんのこれ。うわ、え、目の前に来る。リンク、え、来てくれるのを待っていました。うん、ねえリンク。え、あなたに見せたいものがあるの。何何何何何、え、うわ、当時の最、うえー、すごい、それはそれですごいぞ。うわ、どうかしら、栄華を誇ったかつてのハイラル城。うん、懐かしいでしょ。うわ、リンクと私の思い出の場所。思い出の場所、よく目に焼き付けておいてね。え、壊すのかお前今から。これがあなたが目にする、え、最後の景色になるのだからな。ええ、我が正気に侵されてもなお生きながらえ、そして我の下
継承。あの時貴様の命がついえなかったのは、うん、その哀れな右腕の剛力か、うんうん、まあよい、せっかく繋いだ命もここまでだ。そうか、ラウルの右手のおかげで命救われてんだ。娘の姿は貴様らを欺き惑わせ、観察するにはちょうどよかった。うわー、おい、だがもうつか、その必要はない。待って、お前本人だったってこと、このゼル。え、我が血肉より生まれし人形よ、そやつをムクロにしてやるがよい。は、ファントムかな。今更、待って、いや待って、絶対違うな今までと。めっちゃいる、いっぱいいる。嘘、ちょっと待って嘘だろ逃げる、あー逃げれない、逃げるな。ちょっと多すぎないか、それは。どうしろってんだよ。頑張って一体ずつやるしかないのか、これ。一匹ずつ行こう。下で英傑たちが抑えてくれてる。また賢者のみんなに助けられてる。上は注意と俺でやる。下タイム押せ。あ、いやでもこれ一匹一匹体力あるな。大したことねえぞこれ。普通のファントムガノンより体力少ないっすね。いけー、食材に火つけようとか余裕ぶっこいてたら、これ食材に火つけたらなんかあんのかなとか思ってたら、なんかズバッていかれたわ、首元。しっかり首いかれた。の野郎、おい、もう一回ムービー見せられんちゃうやろな、これ。じゃ、この、ちょっと待って、ここで料理していいっすか。飯が一個もねえ。一回料理させてくれ。一個作ったら消えるんかい！本当に一回のやつがあるかい。そや。足りへんって、リンクこれ。うわ、リンゴちょうどなくなった。よし、行くぞ。頼む、一人、待って、お前ら一人ずつ相手してくれ。だってこいつラッシュで終わる。賢者がそれぞれ一人相手してくれたら、その間にこっちが終わらせる。いてぇ、みんなが一人ずつ相手してくれてるだけで俺が一匹ずつ倒す。やばいかも。オッケー、二人倒した。そんな強くないぞこいつら。あと、あと二匹。いや待って、体力的にあと二匹なわけがない。全部倒しきった後にまた何か来るな、これ。よし、これで倒せる、これで倒せるから。大丈夫か、やったれ、いいぞ、ナイスチューリー。消えた。当たるかよ、そんなもん。さっき当たったけど。当たんねえんだな、それも。よし、オッケー。さあ、何が来る。英傑様々だ。マジでチームプレイしてる。お前らいないと無理。何が始まるんすか、これ。10匹になったりしま、え、合体しますこれ、今から。なんだこれ、え、なんかガチで合体しそうな雰囲気。ああ、足元ってこと、もしかして。最悪や、それはもう。足元に正気か。けどこれは規制で散々経験した。賢者たちもいるし問題はない。ちょ、やばい、みんな足問われてる。うわ、マジか。え、うそ、おい、マジか、お前おい、妖艶血で言いかれた、マジは。あ、ちょ、やばい、待って、これやばない。え、えぐ。ちょ待って、マジかよ、こよし、5匹いたな。5匹全部一撃ラッシュに持っていきゃいいんだ。短期決戦だろ、任せろ。全部一発で回避成功させれば勝てる。おい、ちゃんと強いのいいね。燃えてくるよ。おい、なくなっちゃった、お肉。食べる前まで戻してくれませんの。よし、勝つよ。まあもう回避、ちょっとむずい。俺には才能はない。あっ、くそオッケー、ちゃんと5発振り切るタイミングで倒せるのはいいね。いや、慎重にいこう。オッケー、いいよ、しっかり5発で倒しきれる。オッケー、オッケー、いいよ、慣れてきた。オッケー、見えへん、ごめん、ゴロンでかすぎ、ごめん、ゴロンでかすぎ。オッケー、いや、かっこいい、英傑達で一気に戦ってる感じがかっこいい。なに、まだおった。お、ナイス、ほぼね、削ってくれてたおかげで。賢者たちが削ってくれてたおかげで倒せた。
オッケー、タイミング掴んでる。オッケー、よし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 。さあこっからだ、こっからが本番ね。英傑じゃねえな、賢者たちが、賢者たちの力が使えなくなるから、リンクの体一つで戦うしかない。うわ、くそ、あ、やべ、お、なんだ、一人倒したらリセットされるのか。オッケー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 、なんかめっちゃすごいの出てきた。なにこれ、知らない知らない知らない、お前らそんなもん持ってんのか。正気の刀以外もあったんですね。あ、でも弱いぞこれ。やばい怖い、やばい、なんか髪登っちゃった、なんか髪登っちゃった。待って、あいつからだ。うりゃー、たくさん。1、2、3、4、これ2回やれば倒しきれるんか。やばい、危ねー。分かった分かった分かった、オッケー、ラッシュいらない、ラッシュいらない、ラッシュじゃなくても普通に攻撃当てきれば倒せる。やっちまえ。おー、みんなで囲え囲え、剣ビーム。さあ、ここからが本番だ。2回ズバン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 ってやればいいから、そんなに難しい話じゃないこれ。よし、オッケー、これで多分消えるだろう。倒しきれないけど、オッケー、これでいい。よし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 、オッケー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 。で、しかも1人ずつ減るんだろこれで。よーし、オッケー、完璧。全員のうち把握しとけ今のうちに。オッケー、これ何、強ー、攻撃力高。全員消えた、あ、やばい、地面の侵食始まった。いいよいいよいいよ、時間使ってけ時間。オッケー、あと2人、なんだこれ、槍か。槍もあるのか。ファントムガノンの武器、復元する場所で持ってる武器違うかったっぽいな。初見なんだけど、その槍持ってるの。いいよ、向こう押さえてくれてる。逃げられた。いや待て、こういう時の剣ビームだろ。オッケー。ファイが助けてくれてる。うわー、ラスト一体だ。マスターソードが助けてくれてる。タッチだ。あれあれ、やったれお前ら、やっぱ俺が最後はやるか。しゃあ、ゲイ。ほう、ほう、やつもラウルの力だけではないというわけか。こっちには賢者がいるんだよ。やはりここで片付けておくとし。え、待って、嘘だろ。え、待って、本体出てくるから。うわ、うわ、おお、熱すぎるやろ。無事か。奇跡を持つ者どもか。お前は何者だ。かっけえ。我が分からぬとは、その意志、神よの記憶までは与えてくれぬようだな。なるほどね。我が名はガノンドロフ、うん、貴様らの祖が施した愚かな封印はわずかな時を稼いだに過ぎない。すげえ年月経ったと思うけどな。見せてやろう過去。え、我が力戻りし時再来する魔の世界を。まあ、ここは見たよね、ほぼほぼ。いや、いでよあのしもべ殿、与えられた力におごり、この地を支配するハイラル王国と、それに組みする者どもを一匹もおらず根絶やしにするのだ。おい、みんな大丈夫、みんな大丈夫、俺らのが強い。もうす
な力を取り戻すとき、闇に染まりし世界とともに貴様らは終焉を迎える。ご先祖が言ってた魔王って、あいつ？そうだよ。さっきのは本当にあったことなの？そうだよ。間違いないだろう。遥かな過去、世界を滅ぼしかけた魔王、ガノンドルフ。奴は蘇り、そして今また。冗談じゃないゴロ。あれが本当ならもうおしまいゴロ。いや、奴はまだ完全ではないだろう。現に今、わらわたちを残し姿を消した。うん、一旦監視砦に戻り対策を練ってはどうだ。リンク、そなたも来てくれ。おう、うわー、やばー、ちょっと待って、かっこよすぎでしょ。ありがとうみんな。あまりにも激アツ展開だった。かっこよかったな。シドの登場震えたわ。やばー、かっこよ。ファンボーになってるよ。うわー、みんな。ルージュどこ行った？ルージュどっか行った？でもちょっと待って、監視ドルに入れられって言ってたよな。みんなで一緒にあそこに入れるってこと？正気の槍とか、なんか正気のなんかハンマーみたいなもいっぱいあるらしいっすね。俺知らなかったですけども。あとさ、なんか聞いた話によるとこれさ、なんかスクラビルドできるらしいんだよな。なんか先端につけてたらこれ、マイナス効果ないみたいな。うえ！スクラビルドの素材として使えばいいって聞きました。マイナス効果を受けないって聞いた、これで。長すぎー。やりプラスやり。誰にも負けねえだろこれ。マスターソードにはちょっとつけたくないな。ってことでマスターソード以外にスクラビルドしときました。よし、ほなちょっと監視取りで戻るか。あーちょっと惚れちゃったよみんなに。さっきの場面俺だって見返したいぐらいだもん。みんないるー。写真撮ろう、写真撮ろう、みんな写真撮ろう。ちょっと集まってくれおい、みんな。ちょっとどけお前、むずり、邪魔。話だけ聞くか。ご無事で何よりです、ルージュ様。うん、無事に決まっておろう。相変わらず心配しようだな。俺も無事だったよ、ルージュが俺が死んだら泣くって聞いたから。あれ、そんだけしか会話しないの？いいね。いいね。シド、とかもう怪我ないぞな。ヒレ一つ傷ついてないぞ。あれで傷つかないのすげえよ、シド。一番最初に割り込んできてくれたもんな。でっか、お前。なんかまたでかなった？もうでかすぎて映んねえよ、シド。みぎゃー。ゴロゴロせず、ちゃんと監視砦を守ってるゴロ。たまにゴロゴロしてるんかい。しばらく見ない間に大きくなったんじゃないか。もうこの扱いして。その羽の傷つき方、並大抵のことじゃなきゃそうはならない。頑張ったな、チューリー。おほほ、見てるね、細かいとこまで。言うてな、チューリーな。間に割り込めてごめんな。もうお前しか映らんわ。めちゃくちゃ警戒されてる。おやるやないか、お前。おお強いね、みんな。チューリーは無理だもんな。わーってなるしかないもんな。みんな強くなったな。ルージュは受け止めないんだな。さっきの乱入もだけど、目に見えて成長してていいね。それはそれでかっこいい、かっこいい。このさ、ルージュがこのシャキーンってしてるの見られないでしょ、多分。おお、いいね、かっこいいね。いいね、これだけで5時間遊べるで俺。早くプルアと話せ。さてプルア、うん、おかえり、大変だったみたいね。早速で悪いけど、みんなと一緒に詳しい話を聞かせてくれる？うん、ごめん、クソほど時間待たせたね。なるほど、話をまとめると、みんなが城で見たのは封印戦争の神話に出てくる魔王で間違いなさそうね。ええ、そして各里で目撃されていた姫様は偽物で、ハイラル城に現れたのは魔王がリンクをおびき寄せるための罠だったと。
シンプルに今までちょくちょく現れてたのはリンクをおびき寄せるためだったのか、それともガノンがあのゼルダの姿でうろちょろしてたのか、どっちなんだろう。ちょくちょく後ろ姿見せてたのは偵察とかかな。おいらおかしいと思ってたんだ。だってこんなにハイラル中が大変なのにゼルダ姫が助けに来てくれないんだもん。姫が直々に助けに来るってよっぽどやけどな。まあやってたんだろうね、今までも自ら足でいろんなとこを渡り歩いてたもんな。ゼルダ天変地異も里の異変も偽物ゼルダ姫様もみんなみんな魔王が復活したせいだったんだ。いやそうだよな実際。じゃあ本物のゼルダ様は僕たちが見た通りずっと過去の世界にいて今この時代にはいないってことを。ゴロ、なまりすぎだろユンボー。そう考えるべきだろうな。それにゼルダ姫は過去で魔王討伐のために何かをやろうとしていたようだし、そうなんですよ。いやそれがね、全部リンクが全部ねリンクが分かってるんですけど一向に口を開かないんですよ。プルアにいくらでも説明できる瞬間あったけど一回も口開かないんだよ。うむ、我らの祖先はゼルダに魔王が復活するとき一族の者が賢者として目覚めリンクと共に戦うことを誓っていた。いいなこのツーショット。でもゼルダ姫様が過去にいるんじゃ何をしようとしていたのかもわからないし飛んでるんだよなその辺。一緒に戦いもしないよ。え、これ先に、え、待って、ゼルダ元に戻んのかな。これ先にゼルダを元に戻して一緒に共闘パターンもあんの。魔王のことだってすっごい強くて悪いやつってこと以外何もわからないしどうしたらいい頃。でもあんたたちの話からすると姫様は今の時代で魔王が復活するのを見越して手を打っていたように思えるわ。まあね、そのおかげで今回みんなが助けに来てくれたしな。だからきっとこの時代にまだ私たちの知らない手がかりがあるはずよ。なるほどなるほどね。俺があまりにも浅すぎたわ。もうこれで全てかと思ってた。なるほど。あ、プルアパッドにミネル様入ってる。その通りだぞ。はい、その通りです。こんなところで立ち止まってはいられない。俺たちでできることを探すんだ。しかし手がかりが何もないことにはな。え、プルアパッド待って、封印戦争で魔王と戦ったのは国王ラウルと6人の賢者だって言ってたよね。そう、1人足りないんだよ。ゼルダで、そのこの今いる4人でもう1人がいないの。それがミネル様でプルアポットのが入ってんだよ。風、炎、水、雷、ゼルダ様が時、あともう1人が足りない。はっ、なるほど。え、右や、え、右や。そうか、あと1人いる。そうなんだよ、その左側のね。うん、4人、ゼルダで5人、ミネル様だよ。ミネルだっけ、名前合ってるよね。額に目がついている。ここで出てくんのか、いつ出てくんだって思ってたわ。その通り、賢者はもう1人いるのよ。これがきっと手がかりになる。探してみる価値は大いにあり、大いにあるわ。あんたたちが賢者として目覚めた場所って神話時代の遺跡なんでしょ。あと一人の賢者も同じような場所にいるんじゃないかしら。時の神殿ん、神話時代の神殿といえば時の神殿しか残ってないぞ。ハイラル中で闇雲に探すのは骨が折れるが、神話時代の遺跡に的を絞るなら光明も見える。よし、そうと決まれば全員で手分けしましょう。いや、忘れ去られた神殿って手もあんのか。4人は里に戻って残る1人に関係しそうな遺跡の情報を収集。リンクはそれ以外で何か未発見の手がかりがないか探してちょうだい。みんな頼んだわよ。頼もしい、頼りになる。俺何したらいいですか。なんか新しいチャレンジ来た。おい、何も言ってくれ。私たちがなすべきことはゼルダ様の意志を継ぎハイラルを守ること。でも魔王の力は強大。まず5人目の賢者を探さないとね。天変地異以降私はゾナウ調査隊を総動員してゾナウ文明にまつわる遺跡を調べてきたけど、今までの調査で5人目の賢者にまつわるものはまだ報告されてないわ。でもどこかに未発見の手がかりがあるはずよ。え、時の神殿じゃねえの。
待って、一回さ、四地方見て回っていい？みんながどんな感じなのか。どこから行こうかな。最初に見るのはやっぱり。やっぱりウージュですよね。通っていいぞ。ありがとうございます。裸にはならないですからね。おーい、何しよんねんお前。そんなところで肘ついて。え？おい、違うな、話が。あれ？あれ？ルージュ様？あれ？チューリー。あれ？ちょっと待って。あ、ゼルダ姫さん、過去の世界にいたんだね。しかもそこで魔王と戦っていたなんて。今できるのは5人目の賢者に関する情報をできる限り集めること。神話時代の遺跡に関することをおいらも精一杯調べてみるよ。あれ、ルージュ様何もしとらんかったぞ。ルージュ様、これルージュ様だけサボってる、サボったしてる。ゼルダ様の手がかりになりそうなことを思い出そうとしてるんだけど、あの変なマスクかぶってた枝はっきり覚えてた。なるほどね。でもダスマウンテンの北側で美味しいを採掘してた時に僕を操ってたゼルダ様からトカゲ池には近づくなって言われてたような気がするけど、あ、これね、なんか言ってたんだよ。そう、トカゲ池っていうね、池があって、兄さんが宝を守っていて、お宝をお父さんが、何、兄さんがお宝守ってて、弟が宝狙ってるみたいなのがあってさ、これなんだよね、トカゲ池。ちょ、なんかこのなんか、町の探索的なのもね、ちょっと次回やろうかなと思ってます。秘宝か。なんか全然違う話してるかもしれん、これ。すまないが、5人目の賢者の手がかりはまだ探してる最中だ。それとは別の話だが、ゾーラ、王族ゆかりの書物に気になる記述を見つけてな、うん、どうやら秘宝に関する記述、へえ、ちょっと興味ある。そう来なくちゃな。早速だが、その文献にはこういう一節があったんだ、うん、悠久の守護者たる大いなる魚、その大蔵の真下に秘宝は眠る。大蔵へと続く長き柱の下、恐れを捨て二つの落水をくぐりし者に秘宝授けられん、うん、どうだ、まるで宝探しみたいだろ。まあ、あまりにも古い書物だったから、そのような宝が本当にあるのかは、まあ、いつもものだが、真実なら君の役に立つかもしれん。気になったら調べてみてくれ。息災なようで何よりゾエルダ殿の行方まだおるのに、それに何か進展あったのか。それが偽も何、魔王なる者がゾーラ・ゼルダ殿の姿を語っておったと。ふむ、わしにヘドロの魔物をけしかけたのもそやつに違いあるまい。そうだね、リンクよ、ゾーラの友たるそなたを少しでも疑ったことどうか許してほしい。本物のゼルダ殿の行方は用として知れぬが、引き続きわしらも情報を集めるぞよ。他にもわしにできることがあれば、なんという、とりあえず鱗吐いてくれ。まだ王の鱗持っとるやないかい。全部使い切ってから今回。じゃふふふふ。おい、おい、ちょっと待って。ガチでルージュだけ何も探しとらんねんけど。あれ？ちょっと待って。俺が文章見落とした？ルージュ様？ルージュ。みんな探してたよ。さあ。リンク、砂漠の秘宝は見つかったか？あれ？ちょっと待って。お前、本当にゼルダのゼの字も出てこない。なんで？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 意味がわからん。ルージュ、意味がわからんぞ。なんかの気遣いか？ルージュ様？いや、そんなわけないよな。今はゼルダに躍起になる出番だろ？今こそゾーラに躍起になる状況だろ？おい、ルージュ！待て。あんまり表だって言ってないだけで、ここ民が近いからな。もしかしたら日記には書いてるかもしれん。なるほど。この後のページが新しく追加されてる。ルージュさん。